なんかどんどんハードルが上がってるような。ひまりみたいなおとなしい子がやると効果的だと思うんだけどな。私はひまり、18歳。最近彼氏ができたんだけど。あ、こっちこっち。ちーっす、ひまり。どうしたの、いきなり話があるって。この間ね、はるくんとデートしたんだけど。うんうん。それでキスしたんだけど。ほうほう、面白そうだ。じっくり聞こうじゃにゃいか。恥ずかしくてね、その後すぐに帰っちゃったの。そしたらそこから連絡なくて。で？でって？いや、もしかしたら嫌われたかもとか思ってるってだけ？まあそうよ。なんだ、そんな程度か。期待して損した。もうこっちは真剣に悩んでるのに。それハルトも嫌われたかもとか思ってお互い連絡取れないだけでしょ。お詫びに今度会ったらひまりからキスしてやんなさいよ。やだよ。でもハルト喜ばせたいんでしょ。いい、男も女も恋人とのキスが嫌いなんて人はいないの。ひまりだって嬉しいでしょ、されたら。だったらハルトにもしてやんなよ。男を最高に興奮させるキス中の動きを教えてあげるわ。別に興奮させたいんじゃ。まあ喜ばせるってことよ。ひまりはキスするとき力入ってない？わからないよ。でも緊張はするよ。まず大事なのは舌は柔らかさを保つことよ。多少キスのテクニックがなくても舌が柔らかければ問題なし。そもそも男は柔らかい舌好きだからね。頑張りすぎて舌を動かして舌が硬くなると逆効果。最初は受け身でいいから柔らかさを保つことに専念するのよ。さっき私からしろって言ったくせに。そうだっけ。チュッとした後受け身になればいいじゃんよ。あいつそれだけで興奮するでしょ。興奮するって言ったら吐息で興奮を伝えるのも大事よ。はあはあ言うの？それじゃ変態でしょうが。もっと甘い吐息よ。男は女が興奮し感じていると分かると興奮するの。そうなるとたまらなくなってもっと激しいキスをしてくれるのよ。なるほど。でもなんかちょっとあざとくない？いやいやいや、相手を喜ばせてあげるってことが大事なのよね。喜ばせるなら男の首や頭に手を回すのもいいわよ。ひまりどうせ棒立ちでしょ。そんなことあります。テレビとかで女優が俳優の人と激しくキスをしてるとさ、手を使って頭をくしゃくしゃにしたり背中を爪痕が残るくらいに抱きしめるでしょ。それがキスの正解ってわけじゃないんだけど、男だってそういうものから知識得てるからさ、そういうのが伝わりやすいの。キスをもっとしてほしい。キスで感じてるってことを表現してあげなよ。なるほど。でもできるかな。だったら時には自分の舌を相手の口の中へすることとかなら。話聞いてた？難易度上がってない？んなことないでしょ。舌の先っちょちょんって出すだけなんだから。なんかおじさんみたいな表現ね。キスの主導権は男に委ねた方が男優位にできるしいいの。でもただ受け身なだけだと男も自分とのキスは嫌なのかなと思っちゃうわけだから、女から舌を絡ませれば興奮しない男はいないのよ。私は嫌。それでハルトが別れるって言っても。ハルト君はそんなこと言わないから。恥ずかしがっちゃうついでにたまにじらすのもいいわよ。どういうこと？男はじらされると興奮するからね。それは人によるでしょう。広い意味じゃなくて、興奮ってより単に求める度合いが強くなる感じかな。キスしようとしてギリギリで止めるとかやっちゃえばいいのよ。なんかどんどんハードルが上がってるような。ひまりみたいなおとなしい子がやると効果的だと思うんだけどな。じゃあキスしながら男の名前を呼ぶとか、キスしながら男を見つめるぐらいなら。それくらいならできそう。いいね、乗ってきたね。キスするときって目つむるじゃん。でも男は女の感じている姿を見たくて目開けたままする人もいるの。
そういう時はキスしながら男性を潤んだ瞳で見つめちゃう。それ私も目開けてなきゃじゃない？でも閉じてたって少し確認ぐらいしてるでしょ。そん時よ、名前呼ぶのも普段と違って生めかしく見えるじゃん。ただ名前呼んでるだけなのにもっとしてに聞こえない？確かにそうね、もっとしてとは言ってないけど名前呼ぶだけでそう聞こえるかも。どうかにゃ。これで次はうまくキスできそうかな。うん、なんか大丈夫な気がする。だったよ、聞いてた？ハルト、え、もしかしてハルト君と電話つないでたの？いやー、こんなこと聞かれたらもうハルト君に会えない。ありゃー、よかれと思ってやったのにやりすぎたかな。